なんですけども、もう私もね妊娠9ヶ月に入って、これから出産に向けてっていう感じなんですけども、早くもう私の、妊活第2章が始まったので、そちらについてお話をしたいと思います。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まあね、どういうこっちゃと、妊活第2章とはっていう話なんですけども、私が不妊治療をして、採卵をして、顕微授精して、その肺をですね、凍結してるんですよ。それを今月引き続き凍結するのか、それとも廃棄するのかっていう決断を今月しなきゃいけない。私が行っている、不妊治療クリニックでは、肺再凍結っていうねことなんですけど、まあ、凍結している肺、これを再更新する場合には個数に関係なく1年間税込み5万5000円かかるということなんですね。私の今凍結している肺は2個ありますので、はい、この2個をどうするかという話をね今日したいと思ってます。もうなんかね、不妊治療は私の中にはまだ終わってないなっていうのがあったので、はい、まあ、そちらについてお話をしたいとね思いました。今お腹の子を妊娠するまでっていうのは人工授精1回して、で顕微授精をして2回目の配食で妊娠に至りました。それまでにかかった費用っていうのはまあ120万円 で助成金とか返ってきて、まあ手出しに90万かな、はい、だったんですけども、それまでに、まあ、いただいた資料とか領収書だったり記録っていうのは私保存してるんですね。でこれは例えばまあ2人目妊活して妊娠ができた場合、まあ、それ以降も妊活しないよって言っても着手できなかった子たちっていうのは、まあ、私も大事な記録というかねいうものなんで、まあ、一生残しときたいなっていう、私が嫌いだなと思って、まあ、保存してます。でどういったものがあるかっていうのをねまずね見ていただきたいと思います。まずね、なんかこういった感じで、100均のファイルにも、妊活書類って書いて。あとは、まあ、クリニックからもらったね、ファイルとかも取ってますね。はい。これもなんかもらったファイルなんだろうけど。あと、これね。はいはいはい。これ懐かしい。これあれだ。1回目の配食した時の卵ちゃんだ。途中脱出配分法だったかな。これがね、高度生殖医療、まあ、顕微授精をするということで、ね、もらってたやつだ。これに結構いろいろ説明が書いてあるんですよね。で、まあ、この中は領収書だね。あ、検査結果とかの紙。あとこれはね、モレスキンのノート、ポケモンとコラボしてるやつなんですけど、これはもう私の当時のなんか記録、妊活日記というかね、まあ、金額とか書いてますね、うん、まあここら辺も領収書かな。領収書いっぱい、やっぱ領収書は絶対取っとかないといけないんで。あとこういった感じで産後10日以内に発送してくださいっていう、まあ、その妊娠中の様子だったりとか今後のね参考というか統計取るために送ってくださいっていうので、忘れないようにってね、これ産後とか発送って書いてます。地域ため2回目の配食で妊娠しましたよっていう結果でもらったやつですね。大切に取ってますね。あとは本当いただいた書類かな。こういったもの、検査結果とかね、私とか主人のやつが入ってますね。はい、こういったものは全部取って、2人目を考えるときに振り返ってね整理できるようにしてます。まあね、今回ね、この、第2章っていうんですか、私の妊活のね、いやもう今出産に集中しろよってね思われる方もいらっしゃるとは思うし、早いんじゃないって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ実際問題、まあ、受精卵肺をね凍結して1年経つとやっぱ更新しなきゃいけないというね、卵を残すなら、でクリニックに卒業するときに説明いただいて、でクリニック側から連絡はしないので、更新する月の前の月自分から電話してください、更新するのかそれとも破棄するのかっていうのは言われてたので、まあその時点からやっぱ2人目の妊活っていうのは始まってるのかなって私は思うんですよね。うん、妊活一番最初ね始める時
とかはね、主人に3人欲しいなとか、私大家族のお母さんになるのが夢やったんよねとかね、そういう話したんですけど、まあ、実際問題自然に授かれなくて治療を始めて、まあ、人工授精でね妊娠できず、で顕微授精しますって言って配色も1回目着床ねできずに、で2回目で今今回妊娠に至ったんですけども、ってなるとやっぱり2人目考えるときに、まあ、顕微授精ってなるのかなっていう話をね、まあ妊活っていうか治療始めてからはねしだして、まあ主人からすると1人でも授かれたらね、幸せじゃんって、別に俺は1人できればもう全然、その妊娠できなかった場合は2人でもねもう全然いいと思うしみたいな感じで、まあ、多分私がこう治療中、例えば自己注射したりとか、あと落ち込んだりとか、ホルモンのバランスでねちょっとメンヘラじゃないけど、わーって、まあ、そこまでひどくはなかったんだけど、そういう要素ずっと見てきてるから、やっぱそういう負担ってね女性が大きいっていうのも多分見てて旦那さんもね分かっただろうから、まあ、そこでね俺はこんだけ欲しいって言ったらまたそれが負担になるっていうのもね考えたんでしょうね。そういうふうには言ってこなかったんですけど、まあ、私は一人授かれた2人目までは治療をしたいと、まあ、もちろんもしかしたらね奇跡的に自然妊娠、1人目今の子が無事に生まれた後に奇跡的に自然妊娠がねできる可能性もゼロではないので、できればそれが一番いいんですけど、まあ、実際問題確率で言うとまあだいぶ低いので、なるとまあ、費用とか仕事とかねいろいろ考えて、まあ、1人目無事生まれた後は、まあ、2年空けてそこからまた治療再開したいっていうふうには伝えてて、ということは、まあ、自然と凍結してる肺どうするかっていうのにもなってくるんですけど、今残ってる肺が2個なんですよ。まあ、グレードで言うと残ってる肺が B と言われる肺が1個と、あと肺盤法ではなく初期肺、受精させて3日目の初期の段階の肺が1個っていう風になってますね。一応その受精させて育っていく段階でのランク付けっていうのはあるんですけど、まあ、ね、私とかは A' っていう肺を戻して受精しなかったけど、その1個下のランクの B で着床してっていうのもあるので、大まかな目安ではあるけどこれが絶対ではないって、もう本当の前回というかだいぶ前のね動画でも話してるんですけど、なのでまあその2つ着床してくれる可能性あるなって信じて、あとやっぱ残してあげたいっていうか、なんていうのかな、迎えてあげたいっていうか迎えたい、そうね、迎えたいって思うんですよ。なんか一生懸命頑張ってくれたし、そうで、まあ、2年後にまたその2個ね着床しなかった場合はまた採卵してとか顕微授精してってなるんですけど、その2年後の自分よりも今の自分のまた卵の方が、まあ、若さだったりもあるので、まあ、そういうのも考えて、今回はね、凍結を延長1万5000円払ってしたいと思ってるんですけど、はい、そうですね、なんか治療の現実というかね、やっぱね、じゃあ2年後再開する治療ってなった時に、まあね、菅さんの言っていた保険適用がね実現されれば、だいぶ費用もね変わってくると思う。3割負担になりますからね。まあまた治療もね最先端というか、また今よりも妊娠率が上がってるかもしれないと思う。なんかそれは希望を持ってますね。せめて今いる卵ちゃんを迎え合えるように、2年後ってことは2回は更新しないといけないよね。今回して来年してで再来年かな。2年後って言うと私もう35とかかな。なんでまあね、はい、またね3人目4人目とかもね治療できるのはやりたいなとは思うんだけど、やっぱりねこう仕事とかにも休んでご迷惑をおかけしたりとかもするし、私のやりたいこともあるので、はい、っていうのも考えてね、まあ、それはもう本当ね今見てる方で参考になればいいなと思うし、共感してる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ本当にこれは本当夫婦で話し合って、そう、ただじゃないからね、本当お金かかることだから、人生設計で大事だなって思いましたね。子供を育てていくのに、本当、一人1000万、2000万かかるでしょ？もっとね、補助とかね、あればいいなと思ったりするんですけどね。これ言ってもどうしようもないので、はい。という感じでね、まだ一人目がお腹いる中なんですけども、私の二人目の妊活
一歩踏み込んだというか進みましたので、ご報告をさせてもらいました。で、またクリニックにもよって、その費用だったりとか、その延長するとか、そういう方法てか方針は違うので、そこはしっかりクリニックに確認していただけたらと思ってます。私がお世話になっているところはね、そういった感じなので、もしかしたら2年後に卵を迎えた後転移する可能性もあるかもしれない、わからない、それはね。でもそういうクリニックもね、今私福岡住んでるんだけど、福岡も結構有名なところとかたくさんあるので、まあ、その時にまた調べて、で自分が取っておいた資料とかも見比べたりとかねして、なので資料とかは絶対取っておいた方がいいと思います。私結構ブログとかでいろんな方を参考させてもらうんですけども、2人目治療を始める時に、その1人目の時に全部捨てちゃって取っておけばよかったっていうのが結構私参考になったというか、あ、そうなんだと思って、結構私もズボラなんで何でも捨てちゃうんですけど、今回はちゃんと綺麗に全部領収書から何から全部取ってますね。それは今回の凍結数にしても、費用いくらだったっけなと思った時にちらっとこうやって見て確認もできるので、すごい参考になりますので、はい、取っておくのはおすすめです。はい、ということで今回ですね、私の妊活第2章についてお話をさせてもらいました。まあ、ぜひね、お二人目妊活された方のご意見いただけたら嬉しいなとも思いますし、今治療頑張れている方のこういったところ気になりますとかね、ありましたら聞いてください。はい、そんな感じでね、皆さん今日もお付き合いありがとうございました。それではまたね、バイバーイ。